新年明けましておめでとうございますということで、どうも真央でございます。昨年中は、本当にいろいろとお世話になりました。今年もですね、あ、ちなみに去年の12月31日の動画から続けて撮ってませんよ。ほら、メガネ違うでしょ、メガネ違うでしょでしょということで、2022年となりましたが、今年も、去年と同じ目標を立てたいと思います。頑張りすぎずに頑張る。まあ、あんまりねやりすぎても多分嫌になっちゃうと思うんで、嫌になっちゃわない程度に今年も引き続き頑張ってまいりますので、何卒、皆様の、応援よろしくお願いいたします。はい、ということで新年の挨拶と相なりましたわけでございますが、本日は、お正月ということでございまして、もう引くほど暇だと。もうなんか実家帰ってきたけどマジで何もやることないし、 YouTuber が動画上げてたら見るよって人が結構いるって話だったので、せっかくなので、まあ、動画を本当にどうでもいい真央さんの趣味の話を皆さんに聞いてもらう動画にしたいと思います。でせっかくなんで、これまだ実は今昔のカメラで撮ってるんですけど、ちょっと一応セッティングが終わったっぽいので、このエーペックスレジェンド の大会でもらったこのね、ちょっと画質のいいカメラで真央さんの趣味ゾーンの話をちょっとやっていけたらいいなと思って、ちょっとこれでカメラ試してみます。ダメそうだったらそのままのカメラでやると思います。それでは、真央さんの趣味の話、誰も興味ない趣味の話を誰かが聞くやつ、ゴー。はい、まずはですね、真央さんの育ててる苔ですね。本当はこの後ろにちょっと水晶玉があって、この水晶玉が真ん中に置いてあるすごいかっこいい感じの苔になってるんですけど、水晶玉が反射してすごくなんか変なもん映ったら嫌だなということで、水晶玉くんは今お外に外出しておりますが、こんな感じで苔くんがこう岩とかがこうあって、で真ん中水晶で、まあ、この苔くんに毎週かだいたい2週間に1回ぐらいお水をあげて育てていると。まあ、これが第一コケくんですね。本当はここに水晶があるんですけど、撮影の関係上で置いてないです。水晶があると綺麗なんだ。ちょっと置くか。置いてみるか。こんな感じでめっちゃおしゃれなんですよ。本当はね。まあ、このぐらいの反射なら大丈夫だろう。っていうのがまずこれの第一コケくんです。で、第二コケくんが、これが羊さんがいるタイプのやつですね。こうやって羊さんがこう岩場にいて、でまあ苔が生えてるみたいな感じになってると。こいつがね、初代から持ってる一番最初に買った苔くんで、で本当はもっとボーボーだった感じの苔なんですけど、こいつはなんかちょっと一部ね少しカビが生えちゃったりだとか、まあそれも大丈夫だったんですけど、一回苔のプロの人にお願いして、これは植え替えをお願いした感じのやつですね。一応ね、まだ お手入れはね、ずっとやってなくて、最近お手入れをちょうどし始めたところなんで、まあ、ちょっと茶色くなっちゃったとことかは直近こしてお水あげてると、まあ、緑色に保てると。まあ、茶色になっちゃっても、まあ、なるもんらしいんだけど、まあ、できれば、まあ、緑色多い方が、まあ、元気だよねっていう。これが、初代コケくんでございますね。これ結構いいよな。このなんか瓶もなんか牛乳瓶みたいな感じの瓶に入ってて、こうなんかマークが書いてあるんだけど、これが可愛いよね。で、これが、なんか、お家があって、目の前に、こう、羊さんがいて、で、道がバーって開けていて、みたいなね。こう、で、家の後ろにちょっと木が生えてるみたいな感じの、まあ、ミニチュア苔みたいな感じですよね。上から見るとこんな感じですね。画質めちゃくちゃいいな。そう、こんな感じで、苔さんにお水をあげて、まあ、あげすぎちゃうと、逆に、茶色くなっちゃったりする種類もいるらしいので、まあ、いい感じに育てようというのがこれですね。で最後がこれ、ちょっとよくネタにしてるんですけど、もともとそのドラクエのやつで当たったカンダダとカンダダ古文ですよね。カンダダとカンダダ古文が入ってたやつをリメイクをお願いしたんですけど、まあ、多分お願いした人が最初僕カンダダが後ろにいて、カンダダ古文が
前に立ってる形で、お願いをしたんですけど、多分ドラクエを多分知らない方だったっぽくて、なんと、神田田古文 VS 神田田が行われてしまっているというですね、この地獄の。でもこれめっちゃ個人的にすごい好きで、神田田古文が神田田に逆らうなんてことまずありえないから、これめっちゃお気に入りですごく可愛いっすよね。っていう、これが神田田 VS 神田田古文編と。基本的に苔は、この4つを飼育しております。だいたいいつもマオラジニコ生でやってる時に、みんなが苔に水やったって言われた時に、霧吹きでシュッシュってこいつらに水をやって周りをふきふきするみたいなことをやってるのがマオさんの趣味の一つ目でございます。今、まあ、僕が着てた革ジャンでございますね。これはなんか YouTube チャンネルで、クッキーさんとか、芸人のクッキーさんとか、あとエガちゃんとかが買ってた革ジャンで、もうそれを見て、もうそれもう僕は欲しくて欲しくてしょうがなくなって買っちゃったやつなんですけど、これなんか開封動画も一応撮ったんですけど、なんかうまく撮れなくてやめたんですよね。でなんかここら辺のなんかこういう風に着てると、こういうシワがちょこちょこ入ってくるんですよ。で多分もうこの時点で理解できないと思うんですけど、こういうちょっとしたシワがちょっとずつ入ってくるのが、なんか自分だけのこうシワが入る。でなんかここのフラップみたいなやつがあるんですけど、ここもなんかちょっとクタッとしてきて、こうクタッとしてるのがかっこいいみたいなことを言い合う、マジでみんなは興味のない世界なんですけど、皆さんはそういうのがちょっと好きで、こういうのをやってます。これ画質すげえ良くなってる気がするわな、なんかまあこんな感じで、まあやったりするのが楽しいという話でございます。で次、これがジーパンなんですけど、比較動画左上に出しとくんですけど、まあ、これもね、マジで本当に好きな男しか好きじゃない趣味なんで、マジであんまり興味ないと思うんですけど、こうなんか履いてくと、これなんか草薙剛くんとかがチャンネルで、いや、つよぽんがやってるんですけど、なんかこういう感じの、こう、履いてると、その人にしかつかない、こういうシワみたいなのが入ってくんですよ。で、これまだ、これをこっからなんか洗濯とかに行って、洗濯したりすると、やっぱこういうなんかちょっと擦れてるところとかが、そこだけ色が落ちて、で、なんか全体的にちょっとずつなんか淡くなるみたいな感じで、こう履いてると、これがなんかまた洗うと、なんかすごい濃淡が、はっきりしてきて、なんか、かっこいいなみたいな文化圏があるらしいんですよ。まあ僕はその文化圏知らなくて、今年やってみたいなって思って、ちょっとまあ履き続けて、まあ実際俺が履いてたから、こういうシワがついたよみたいなシワがついてる状態なんですよね。で、まあ、これを、で、このデンハムくんっていうなんかハサミのメーカーでめっちゃ可愛いんですよね、ここのやつが。で、このデンハムくんっていうところは、なんと、この、実際にこの青い紺の、まあ、デニムの紺の色のところを、あんまり、色を落とさず、洗いだけしてくれるっていう、お店のサービスやってるらしいんで、これを、サービス、去年のね、1月に買ったんで、まあ、来年にちょっと、じゃあそしたらお店にちょっと依頼をして、これを、まあ、洗いをかけてもらって、こいつがどうなるか、みたいなやつね。ちょっと裏も見てみるか。せっかくだからね。裏が今、こんな感じですね。まあ、なんかここになんか革のパッチがついてて、ここら辺もなんかちょっと擦れたりするとかっこいいんだって。なんか、そういう世界らしい。で、なんかこういう風になんかちょっとずつ自分の生活のシワが出てきて、で、この膝の裏が、これなんか蜂の巣みたいになってるから、蜂の巣って言われてんだってさ。なんかここの跡がバチってついてて、でこれがまたこう濃淡がついてくるとすっげえかっこいいみたいに言われる世界があるんだって。でそういう世界俺は楽しいなって思ってるから、俺が勝手に一人でやってる。これがなんかまあ楽しい、生きててでこのデンハムくんってやつをまあ育てたんで、まあ別のデニム買うのもよし、まあ洗ってどうなるかっていうのはちょっとまだ楽しみなんで、まあそれは今度ね、なんか、また、機会があれば動画にするかもしれないし、この動画の評判があまりにも悪かったら、もう二度としないかもしれない。まあ、正月で暇だから見てる人たちが見てるから、まあ、多分大丈夫だと思うんだけど、まあ、こんな感じで楽しく、いろいろやってるよって話ですね。で、最後、ついでなんでもう一点。まあ、僕、ブーツも好きなんですけど、まあ、この革靴のこのシワの入り方、クソかっこいいよねっていう。なんか、元々の画像が左上に多分出てると思うんですけど、
こんなつるっとしたやつなんですけど、こうやって履いていくとこういう風に自分のなんかこう足が曲がった感じでこうシワが入ってって、でなんかこれまだ全然なんですけど、履いていくとこの元々この革黒いんだけど、なんかその地がちょっと茶色いところに黒い染料を塗ってるらしいんで、これが擦れてくるとここがちょっとずつなんかこうヴィンテージみたいな感じで茶色くなってくらしくて、まあ、それがねなんかサンプル見たけどクソかっこよくて、なんか自分でこうやって履いてね、あのつよつよにしていくのとか楽しいなって。であとねこいつ履きやすいんですよね、なんかサイドがジップなんで足突っ込んでジップガッて上げたら履けるん でこれなんかめっちゃこのお店のやつ人気らしくてすげえ待って買ったんですけど、まあ、こういうのも楽しんでるよっていうやつです。はい、ということでいかがだったでしょうか。マジでどうでもいい話をしてしまってすいません。まあ、真央さんがゲーム実況以外何してんのみたいな。まあ、あとはポケカのデッキいじったり、ポケカ並べてニヤッとしたり。まあ、あとはゲームやったり、漫画読んだり、アニメ見たり、ドラマ見たりしてます。で、あとはなんかお洋服買って、ふふってなったりしてます。そんな感じです。あのね、なんかみんなが放送とかでね、なんか見てくれたりだとか、動画見てくれたり、あとはスパチャ投げてくれたりとか、そういうのが、まあ、こんな感じで使ってますという。広告動画なのかな、わかんないけど。はい、まあそんな感じで楽しく生きてるよという、まあ今年もゲーム実況頑張っていきたいと思いますので、本当によろしくお願いいたします。じゃあまた。